こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はいつもの彼岸花スポット、毎年来てるところなんですが、家の近所、残念ながら除草がされてるせいで草が枯れてるんですよ。つい何日か前に咲いてたはずの彼岸花がこのようにもう雑草と一緒に枯れてしまってる状態ということで、まるで彼岸花がない、まあないことはないんですね。川の下の方に降りていくと多少生えてますから、あれを取ろうかということでやってきました。まあ実は流山の花火大会というのがいつも夏やってたのが、今年は橋の開通があるので、それに合わせて2週間後に行われるということで、その花火大会に合わせて環境整備ということで、雑草扱いなどは仕方がないんですけども、枯れてしまいまして今こんな感じということで、まあでもあの辺りにあるのはだいぶもう倒れて色が褪せてしまってますから、ちょっといいポイントを探してうろうろしようと思います。除草のタイミングが悪かったとしか言いようがないんですよね。ちょうど咲いた時に除草しちゃったという感じで、で後から出てきた株がいくつかありますから、またこれから咲きそうな感じはあるんですけどもね。えこれ除草してから生えてくるぐらいのタイミングだったらちょうど良かったのにという感じです。まあ仕方がありません。もうちょっとうろうろ探してみて、いいポイントがあればそこで撮ってみようと思います。でよくよく探してみますと、除草を免れたポイントにこのように咲いてる場所がありましたね。ではここで彼岸花、まあ寂しい雰囲気という感じもしますが、寂しい雰囲気で撮ってみようと思います。今回用意した三脚はスリックのカーボン73ということで、これね、今ユニットを組み替えてエレベーターがないフラットベースの状態にしています。というのも、実はほら川のところをこうやって降りてくるときに、なるべく軽く引っかからない装備にしたいなんていうときに、この三脚はエレベーター部分の組み替えでより軽くできるというわけなんですね。あとローポジションをするときも、ここにエレベーターが出っ張らない分より低くできるということで便利なんです。こうセットする前に、このように上から狙うのか、それとも下の方からこうやって狙っていくのかということを考えます。足の伸ばす長さがまるで変わってきますからね。あと、まあ、今回の花の場合はこうすると形がわかりやすいですけども、こうすると形がわかりづらいとか、背景がこう反射が増えているのと、これは反射が少なくなるということがありますので、今回はこの角度で狙ってみようと思います。群生地ですから固まってる、こういったので撮ろうかなとも思ったんですが、例えばつぼみのがあったりとか、あるいはもう咲き終わりみたいな色のもあったりしますから、こういろいろ見てみて、一番バランスが良さそうなものということで探したわけですね。今回使うレンズはトキナーの ATX-M56mm の F1.4 ということで、今絞りを F1.4 開放にセットしています。そしてこれカメラが言うところの露出、適正露出ですね、60分の1秒の F1.4 という風にしてるんですが、これね、背景の緑が暗く映るせいで、花で見ると明るすぎるんじゃないかなというところなんですね。まあこのスマホが今明るすぎるのかもしれませんけども、ちょっと調整しようかな。まあこんな感じで液晶は見えてるんですが、やっぱりまだ明るいという感じですね。まあこの比較のためにこれも撮っておきますけども、実際はもう少しマイナスで撮った方がいいかなというところです。ダメのバランスからはこの160分の1秒とか、あとはもう少し暗めの320分の1秒、ここまで暗くしても、これは暗すぎるかな、この間ぐらいが面白いかなというところで撮っていきます。撮ってるうちに気づくわけですが、この手前のこの草、雑草で、これは彼岸花とは関係がないですね。この場合は多少つる草で引っ張ってあげればいいか。このつる草で引っ張ってあげると抜かなくてもなんとかなるかなと思いますから、ちょっと隠してみようと思います。つるがありましたので、これでうまく
邪魔になる雑草を避けて見ることができました。でこれで、はい、ヒガンバナがソロで単独で咲いてる感じというところになりましたね。かわいそうに雑草狩りにやってしまったこのヒガンバナがありますから、これを使ってレンズの前にかざして前ボケということにすると、あ、うまくいきそうですね。こんな感じで工夫してみようと思います。と位置を再調整し直してこれで前ボケを入れていくわけですが、赤いのがなんか黒いんですねと思ったら、これ多分フードで影になってますから、フードを外した方が良さそうです。フードを外してこう赤を入れていくと、ほらちょうどいい感じになりますから、あとは今一度構図の調整をしてこの赤を入れて撮っていこうかなと思います。フードを外してこう赤を入れていくとほらちょうどいい感じになりますから、あとは今一度構図の調整をしてこの赤を入れて撮っていこうかなと思います。今回はいつもの撮影ポイント、残念なことにだいぶヒガンバナがない状況でしたけども、こうしたスポットを見つけることができました。まあ今年はあまりヒガンバナが撮れないかなという感じになってしまいましたが、また天気がいい時に、今日はもう天気悪いですからね、天気がいい時にチャレンジできればなと思います。ただ日がまだあっという間にね終わっちゃいますから、そういう日が来るといいんですけども、はい、ということで今日はこんな感じで終わりです。撮影は終わりなんですけども、ここ道路まで上がるの結構大変ですよね。足がねこの上までかかるかどうかっていう感じなんで、向こうの橋まで行けばなんとかなるかな。はい、まあこういうことで、なるべく軽い装備で動くときにスリックのシステムカーボン非常にいいですよということでした。せっかくですから ZV-E10 による動画、遠距離からだんだんピントをこのヒガンバナに合わせていって、はい、こんな感じですね。そして前ボケの赤をこんな感じで入れていくとどうでしょうか。そして絞りを回していって、これクリックレスですから、このようにだん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 暗くなっていって、F4.0 ぐらいでもう真っ暗な感じになりましたね。こんな感じで撮ってみました。